三崎公園入り口の看板三崎公園は、秋田県二カ星と山形県湯座町にまたがる三崎に、ある海浜公園である。町海国定公園の一部である。観音崎大諸崎不動崎国道7号の秋田、山形県境に位置している。町海山の溶岩流が海に流れ込み、それが長い時間を経て、波に侵食されて、断崖絶壁となっている。公園内には、 観音崎、大諸崎、不動崎という三つの岬があり、これが日本海に突き出ていることから、岬と呼ばれている。断崖絶壁に沿った海岸線は開けており、貴重な植物群落があり、石畳の遊歩道が整備されている。その中には、白亜の羽後三崎灯台がそびえており、海の難所でもある付近の海上交通を見守っている。国道7号沿いには、 約700株のソメイヨシノが植えられており、静止公園と並び秋田県で最も早く桜が開花する場所である。三崎の山形県側すぐの場所には、女じかという集落がある。小川に対する場所であり、この地には、甘ハゲという、生ハゲに告示した風習が伝わっている。また、飛島とも、鳥海山の噴火によって成立したという飛島の成立伝説から、 古来より密接な交流があり、現在も鳥海山代物海神社の霊体祭の日には、お互いの対岸に向けて、お祭り塔をあげる風習がある。この地は、日本海沿いを進む宇宙浜街道の古くからの難所の一つであり、手長足長という妖怪の伝説になずらえた、うやむやの席という石所が設けられていた。松尾場所も、北方へ向かう道中に、三崎峠を通り、 奥の細道で、その何十ぶりを記している。河合い空の随行期には、税より先は、馬も通れぬ難所と記されている。現在も旧道は、三崎山旧街道として、保存整備されており、歴史の道として、ハイキングコースとなっている。明治時代になり、初代山形県令となった、三下道常は、万世王子、関山峠、小勝峠と共に、 山形県発展の礎とすべく、振動を内陸寄りに改作した。1877年に開通し、これによって秋田県と山形県の交通が活発となった。現在の国道7号は1952年に、旧街道に近い経路で開通した。宇ご三崎、東大三崎峠に関するカテゴリー。ありがとうございます。